はい、えっちゃんねのえっちゃんです。今日はですね、大きいね、買い物をしました。今回の商品はですね、よっ、はい、こちらでございます。うわ、すごい。ちょっと上から見下ろすタイプだな、これ。こういう感じでいいかな。はい、ということでこちらのね、大きいものなんですけど、これなんだと思います皆様。そうです、タイトルの通り、バッテリーです。過去ね、こんなにね、大きいバッテリー買うのはね、なかったと思いますね、正直。すごい大きい。で、重いですよ、めちゃめちゃこれ。どれぐらい重いかって言うとですね、まあ携帯のサイズがこんな感じなんで、これぐらいのね、梱包になってますね。下がちょっと映らないというね。まあちょっと撮影場所がね、ちょっと車なので、まあ、自宅でね、やろうかなと思ったんですけどね、ちょっといかんせん嫁がいるので、ちょっとお車でやらせていただきます。はい。そしたらですね、まず早速、こちらのね、開封の方していきたいと思います。家があるのになぜか車というね。これね、すっごい、やっぱ、ね、でかいってね、書いてあったけど、想像以上に、大きい。おお、すごい。またこれ、車の中でのプッチン方式。出ました、プッチン方式。これ、車でプッチンですか？よっ！はい！すごいよ、これ。うわっ！うん。じゃあ、行きます。よっ！ちょっと天井まで、あ、ダメだ。車の天井にこれ、ついちゃってる。プッチンできない。こういうことになるのか。ちょっとなんとか工夫していかないと、これ。え？ちょっと、最初からやるべきだったのか。こんなのいらないわ。え？倒すか。倒すしかないな、これ。よっ。ういっ。ういっと。すっごいな、これ。なんだ、これ。ちょっと。ぐだぐだだわ。ういっ。ちょ。ういっ。よし。はい。おぉ。よっと。なんか、ゴリゴリやな、これ。ゴリゴリや。よいしょ。はい。はい、ということでですね、こちらです。あれ、ちょっと、はい、ということでこちらでございます。もうね、もうしょっぱなですよ。あ、またね、これ何、これ、全然これちょっと先進まないわ。あれ、車の撮影すごく大変だな。はい、ということでですね、こちらもね、ちょっと大きさがね、こんな感じでございます。すっごい大きいよね、これね。はい、携帯サイズこちらですね。じゃあ早速ちょっと開封でもしていきます。開封していきましょう。
さっきから落ちまくりなんですけど、これ。よいしょ。じゃあ、どこだ？ハサミで、切っていきましょう。もう、まあ、リチウム電池だからね、結構、厳重にやっとかないと、多分、まあ、ダメなやつなんだろうね、きっとね。相当厳重ですよ、これ。ダンボールの中にまたダンボールが入ってる感じだと、私は思いますね。あ、こんな感じなんだ。はいはいはい。すごい。あ、これなんだ？何の箱だろうね。これちょっと後で出していきましょう。うん。ね、これすごいよね。この感じ。これが、まあね、相当、あれですよね。必要な感じなんだろうな、この大きさ。さあ、出てきました、この時点で。見てください、これ。やばくないですか、これ。でかくないですか。やばい。あれ、ちょっと待って。もうなんか、さっきの落ちまくるんだよな、これ。はい。じゃあ、早速ですね、こちらの、段ボールというか商品ごとね、ごっそりいっちゃいたいと思います。いきますぜ。よーっ、ちょっと待って。めっちゃ重い。これ。いや、今、よし。はい。よいしょ。もうこんなに段ボールいるのか、これ。よいしょ。おい！よーし、わー！ちょわ。おい！ちょわ。はい、ということでですね。よいしょ。はい、ということで、来ました。私の待望の、充電器です。超ドデカ級のね、充電器。こちらはですね、スワオキの G1000 でございます。なんとこちらはですね、充電器、です。さっきも言いましたけど。サイズはこんな感じですね。もうとてもじゃないけど、これさ、もうね、なんだろう。なんか、何か物入れる箱だよね、ほんとにね。完全に箱だと思った方がいいかもしれない。じゃあ早速ですね、ちょっとこちらの方は開けてみたいと思います。ね、これもさ、やっぱり厳重だよね。すごい厳重。やばいやばい。ちょっとこれハサミでバシバシ切っちゃった方がいいかな。やばい。よっ。えい、なんか落ちまくりだな、これ。はい、行きます。よし。うわー、すげえ。この大きさよ、これ。よいしょ。はい、ということで、こちら、お顔が見えました、スワオキさんの G1000 でございます。いやー、一言で言う、でかい、めちゃめちゃでかい、これ。とんでもないね。まあ一応ですね、これで、持ちにくいかなと思ったんですけど、ここにね、持ち運びができるやつ。まあこれでだいぶね、かなり、軽くね、持てんじゃないかなとは思いますね。グリップ感もすごくいいんで。まあ女の人はね、少しちょっと重いかなっていう感じで、まあ、
モテるにはモテるとは思いますね。はい。それでですね、こちらの謎の箱。ああ。こちらのね、謎の箱ですね。ちょっと謎の箱を開けてみたいと思います。なんだろう。これ、コード系かな？お、サンクユーというなんか。これ多分、説明書ですね。説明書と。まあ、いろんなコードが入ってますね。まずはこちら。はい。シガーソケット用の、コード。はい。こちら、シガーソケット用のコードが入ってますね。もうね、見た感じなんですけど、見た感じですよ。短くね、これ。これ短いような気がする、これ。ね。だってここに、まあ、例えば挟まったとしても、これ、まあこれは後にしようね。はい。で、次、こちら。まあこちらもね、AC 電源ですね。まあ AC 電源のね、長さもね、個人的にですよ。個人的にですけど、やっぱり、やっぱちょっと短いね、これ、長さね。これ、これ、この本体の大きさが約、まあ2倍ぐらい、2倍とちょっとかな。くらいの長さですかね、これは。まあこれもちょっと、もうちょっと少し長めにして欲しかったなっていうのは正直ありますね。はい、じゃあ次。これなんだろう。あー、これは、あ、これはちょっと嬉しいですね、これ。USB-C ですね。USB-C がついてますね。USB-C のタイプ、はい、こちらもですね。まあ、これちょっと、これは同じぐらいかな、長さ的にもやっぱ、2倍ぐらい。2倍とちょっとぐらい。あ、そう、これ、車だからね、これ、あれなんですよ。ちょいちょい暗くなるよ、これ。だいたい10分後ぐらい、10分おきぐらいに暗くなるね、これ。ちょっとダイジェストで見てる方、申し訳ありません。よいしょ。まあ、こういうことになりますね。はい。USB-C。はい、こちらのやつがですね、ついてますね。USB-C は結構ね、嬉しいかな、これは。で、次、これ。もう一つは、こちらのコードですね。あ、これはまあ、ね、ソーラーパネルのコードだと思います。まあ、コードだね。うん、ソーラーパネルのコードですね。こちらの長さも、まあ、比較的、この大きさに対してですよね。まあ、これだと、まあ、約、まあ、これも、3倍ぐらいあるかな。そうだね、3倍ぐらい。この本体に対して3倍ぐらいの長さがありますね、ソーラーケーブル。はい。まあ、コードはね、非常にしっかりしているので、はい、こちらね、ソーラーパネル。今回ね、200ワットのソーラーパネルをね、つなげてみようかなと思います。はい。まあ、こちらちょっと動画でお伝えできるかどうかわかんないんですけど、一度ね、ちょっと、試してみたいなと思ってますので、はい。で、こちらですね。ちょっと説明の方ですね。していきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。今、ダイジェストの方はね、少し、ちょっとお時間かかるんですけど、今から、調べます。今から調べ上げる感じでございますね。ちょっと今、お勉強しますね。はい。あ、これ見ればいいのかな、これ。説明書見ながら行きましょうか。うお、まただよ。これさ、車で撮影って結構大変だな。もうちょっと大きさ必要だね、これな。
まあ、説明書は意外とね、こんな感じで、まあ、分厚い感じですかね。で、まあ、それぞれ英語と、まあ、日本語とか、まあ、いろいろ、書いてありますね。で、様々な国の説明書が入ってるので、はい、じゃあ、日本語の説明書は、ここかな？ここからですね。なんで、めっちゃ薄いな、これ。はい、じゃあ、早速ですね、こちらの、電源のね、周りの方、説明の方をしていきたいと思います。はい、まずこちらですね。こちらの方が、AC の入力ポートでございますね。はい、まあ、見た感じでね、わかるとは思うんですけど、まあ、先ほどのこちらね、このコードを、バスッと、こう挿して、電源をつけるタイプになりますね。で、これの反対側なのかな？で、ちょっと反対側に向けさせていただきます。はい。さあ、すごいね、これね。もうこの時点ですっごいコンセントだ。今見たけど。はい。じゃ、コンセントの位置ですね。まず、この1番。ここはね、DC チャージ入力ポートというところになりますので、ですね、こちらこういう感じで、ガツンと、はい、入れ込んで、これは DC ですね、チャージ。まあ、車に直接、挿す、ものになります。まあ、こちらが 12V になるのかな？12V と 24V なのかな？これはちょっと。ここら辺は書いてないけど、でも 12V でいいと思います。はい。書いては、ないな。多分ね、12V だと思います。ちょっとし、書いてないね。ないな。まあでもこれ一応せ、まあ 12V で全然大丈夫なんで、これは調べ済みです。ただ 24V は使えるかどうかちょっとあれなんですけど、まあこういった感じで使いますね。で、続いてですね、まあこちらの方ですね。はい。こちらの方は、PV 入力ポートというところになりますね。まあ要はソーラーパネルですね。まあ、実際にこちらの方に、入れます。こういう感じで。ガツンと。どういう感じだ。こうか。これでガツッと入れて、あとはソーラーパネルの方につなげるタイプになりますね。はい。まあ、直で、ソーラーパネルのやつね、充電ができるということです。で、続いて、3番。まあ、こちらの方は AC 電源の方になりますので、まあこれは出力側ですね。なので今回その AC 電源のところが1、2、3、4、4個、ありますので、こちらの AC 電源の方ですね、使えますので4つですね。すごいよね、4つ使えるって。やばくないですか、これ。 はい。で、次がですね、まあこちらが液晶パネルになります。まあこちらの液晶パネルで、まあ、充電だったり、ワット数だったり、そういったものも、後から、まあ、ちょっとご説明の方ですね、させていただきます。まあ、LCD の、まあ、ディスプレイになりますね。で、次がですね、こちらの方ですね。USB 出力ボタン。あ、これね、ちょっとそうだ。これボタン式になってますんで、それぞれボタンを押さなくちゃいけない感じになってますね。で、こちら USB 専用になってますんで、USB-C ポートが1つ。で、あと USB のポートはですね、4つあるような感じになってますね。はい。で、こちら DC の出力ポート。まあ、これはね、あんまりちょっと使うかなっていう感じですよね。まあ、一応 DC の出力ポートが2つついてて、あとはシガーライターソケット。こちらの方が、ついております。で、こちら電源ボタンになりますんで、こちらの方で電源をつけるという形になりますね。はい、それでは、電源の方ですね。ボタンを押したいと思います。電源ボタンオン。はい。
お、じゃあ今回新しいね、商品の中で、まあ3ぐらい電気がついてるみたいですね。はい。じゃあちょっとね、細かく、いきたいと思います。まずちょっと AC 電源の方、これボタンを押しますね。そう、AC ボタンのボタンを押すと、ここで緑のランプがつきますので、AC ボタン、はい、ここに AC って書いてあるんですけど、ここの AC ボタンの方で、このようやく AC が使えるという形になりますね。で、これが USB-C ボタン、USB ボタンですね。なので、USB-C と USB が使えるという形になります。で、次はこれ、こちらが DC ボタンですね。で、これ DC ボタン、お、なんか音がする、これ。これファンだね。うん。結構ね、ファンの音がね、気になるっていう方いらっしゃるんですけど、まあ確かにちょっとファンの音は少しね、うん、気になるのかな。まあすごく、自分的にはね、あんまり音は気にしない方なんですけど、まあ耐えられる範囲かな、ウィーンっていう。まあなんかね、ちっちゃい小型扇風機って感じのファンが、音がするかな。はい。ということで、まあ、こちらの方でですね、3つとも、両方とも使え、3つ、トリプルで使うことは可能でございます。で、あと、これ押したら、これ刺したらなんかあんのかな？ あ、ないね。本来ですね、ここに、PV エネルギーっていう、まあ、こういうやつですね。こういう、のがあるんですけど、ここで、まあ、ソーラーパネルなどの角度を調整して、最適な角度をこう見つけることができるそうです。これで。まあ、ちょっとパネルをこうやって移動させて、あ、ここがいいな、この最適な角度があるなっていう感じで。はい。なんで、これでアイコンが表示されてますので、こういうね、信号がどんどん強くなってくると、ポータブル電源自体は最大の、太陽光電力を受け取るということになりますね。まあ、今回はですね、車の上にね、もう貼り付けてますので、もう角度も何もないんですけど、まあ、その、車を移動してね、あ、この位置が太陽光しっかり当たるなとか、まあ、そういう感覚でやるというものですね。で、今回はあとバッテリー表示。パネルのちょっと説明の方いきますけど、これがバッテリー表示になりますね。これはバッテリーの残ですね。電池は5つのストリップがあります。なので、1、2、3、4、5、はい、5個、電池のストリップがあるという形になりますね。で、このストリップ自体がですね、バッテリー容量の約20%相当に達すると、バッテリーストリップっていうのがですね、1秒間で点滅をするらしいです。つまり、この3が消えたら、2つになった時に、こう、パッ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 と、点滅するという形で、あ、点滅しないのかな？点滅はしないですね、これね。バッテリー20%に相当するみたいですね。あ、間違えちゃった。なんで、これが、20%充電してます。40%充電してます。60%充電してます。で、あと1、2で、80%、100%という形で、まあちょっと、パーセンテージの表示はできないみたいなんですが、それでちょっと判断してほしいというところですね。で、充電をすると、ここで、点滅をするという形になりますね。で、完全に充電されると、このストリップが点滅が終了しますね。そこで初めて、充電が終了するという形ですね。はい。で、この製品なんですけど、充電の方ですね。最大で 150W のソーラーパネルを、電源を取り込むことができます。なので、まあ、ソーラーパネルの開放電圧は14から約40ボルトということになりますので、上のパネルなんですけど、一応150ワットと200ワットがあります。で、ボルト数が200ワットの方が38ボルトだったかな。多分それぐらいだったと思うんですけど、まあ、ちょっとね、今回ね、試しでやってみます。
試しに 200W でできるかどうかをちょっと実践してみたいと思うんですけど、まあ正直 200W はお勧めはできません。150W でやった方が、まあより安全にできるということになりますね。はい。で、あとはですね、まあ、それぐらいですかね。説明するところはおそらくそこら辺だけになるのかなとは思いますね。はい。で、こちらの方は周波数の方ですね。50Hz と 60Hz の周波数を選択、両方ともできるみたいなので、まあこれはちょっと説明しなくてもいいのかな。ここね。こんな説明はいらないとは思うので、まあ、一応設定はできます。50なのか 60Hz なのかっていう設定ができますので。はい。じゃあ、一応ね、機能は、まあ、これで終了ですね。わお。よっと。じゃあ、早速ちょっとね、充電してみましょうか、充電ね。どこだ？あれ、充電できるところか。でもこれでかいよ、一言で言うとすごい大きさだな。そしてやっぱりコードがね短いわ。今ねちょっとやろうと思ったんだけどコードまで引っ張ろうと思ったんだけどちょっと短すぎる短すぎるからちょっとコードを延長しないとダメだなこれ。まあやっぱりね思った通りだわ。はい、ということで今ねここ点滅してるんですけど、これがね、点滅してるってことは充電ができてますよっていうところになりますね。で、ちょっとね、今のスワオキと、前のね、持ってるスワオキのバッテリーがあるんですけど、一つ思ったことが、あれ、ワット数が書いてないなと思って、これワット数って、ないのかな？ね。ちょっと、そこが、あれだなぁ。ね、ちょっと、不思議な感じはするけど。はい、じゃあ、こちら USB ね。充電しながらね、おそらくできると思うんで、こちら USB ちょっと一回挿してみて、まあ、携帯の方でね、充電できるかどうか。わ、すっごい指紋だらけ。はい、じゃあこちらの方ですね、充電の方してみたいと思います。さてどんな感じ。さあいけるか。お、できてますね。充電がちゃんと、こんな感じで、充電が
ちゃんとできております。で、充電方なんだけど、まあどういう風に使ってるかって言ったら、まあここで確認するしかないのかな、これ。確認するっていうか、ここでまあ緑ランプになったら、まあそこで、充電ができるということですので、USB の方ね。よいしょ。あれ抜けない。はい、こんな感じで、充電ができるということになりますね。はい。これね、でもちょっとね、少し思ったことがありまして、やっぱりスワオキーって、前のタイプを持ってる人はよくわかるんですけど、何ワット使ってるのかと、何ワット表示してるのかっていうのが、正直ないと、なんか変な感じしますね。どれぐらいワット数減ってんのかなとか、っていうのも、ちょっとよくわかんないので、なんかこれはちょっと前のモデルの方がいいのかな、表示パネルとしてはね。なんかいまいちどれぐらい充電されてるのかよくわかんないな。そこがちょっと気になるところですね。仮にもね、例えば、ワット数をね、今、これ電源で今、つなげて充電してるんですけど、何ワット充電してるかっていうのがわかんないんですよ。で、ってことはですよ、USB ってことはですよ、その、ソーラーパネルの充電をするときに、その充電をしたときに、ソーラーパネルが何ワットこの中に充電してるかっていうのが、わからないっていうことになりますね。なんで、まあ、ここら辺はちょっと、微妙かなって思っちゃいますね。できればその機能をなんとかここに移行できなかったのかなって思います。多分いきなりこのスワオキでやった人に対してはいいのかもしれないけど、慣れてないと思うから。ただ前のスワオキから入ったっていう風になるとワット数が出てこないから、ちょっとここら辺は、なんか微妙なのかなとは思ったりはしますね。はい。で、じゃあちょっとね、肝心なね、こちらのポータブル電源の方の、機能ですね、ご説明の方ですね、させていただきたいと思います。今回ですね、こちらの方はね、電池切れの、まあ、心配がない、この UPS っていう機能を搭載しております。で、この UPS っていうのはですね、どういったものかっていうと、お、ただ、そう、これ10分ぐらいにね、一度なる、現象なんで。停電をね、検知するとですね、この UPS っていうのはですね、停電を検知すると 0.01 秒以内でですね、電源からですね、商用電源から内蔵電池の電力でインバーターを直接、給電して自動で切り替わるということですね。はい。まあ、これね、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、実際どういったものなのかっていうとですね、無停電電源装置という形ですね。はい。なので、その無停電電源装置を、バッテリー内蔵しておりますので、まあ、停電などでですね、まあ、入力電源に異常が発生した場合でも、まあ、コンピューターなどに電力を供給する装置ということになります。まあ、実際どういう時に使うのかっていうとですね、まあ、よくあるのが、例えばですね、ゲームをしている間、ゲームね。例えば、まあ、あんまないとは思うんですけど、災害中に、ちょっとゲームやりたいなと。でじゃあ、これで、電源入れて、じゃあ、ゲームをやろう。パソコンのゲームやろうと、ね、しますよね。で、まあ、実際にはですね、このまま繋がるわけですよね。そのまんま。無停電のやつが。あ、無停電っていうか、まあ、その電源自体が繋がるんで、まあ、普通にゲームはできるんですけど、ですね、例えば、これちょ、例えばちょっと難しいな。まあ、電池切れの心配がないってことですよね。
要は簡単に言うと、ちょっと編集でうまくやらないといけないな、これは。要は停電などで、異常が発生したときに、コンピューターなどに異常が発生しないようにするためのものになります。なので、まあ、ゲームやってる間に、まあ、途中でね、停電になりました。停電になったときに、パソコンがバチンって切れちゃいますよね。それがバチンって切れないようにするためのものが、UPS ですので、まあ、そちらの装置がついているというところですね。まあ、これ必要あるかないかって言ったらね、どうなんだろう。まあ、あってもいいと思いますね。まあ、例えばですよ。人工酸素を吸うときとかに、まあ、空気をね、まあ、送り込むような、まあ、ないとは思うんですけどね。まあ、自宅で、まあ、酸素を吸ってる人とかは、まあ、この UPS があることによって、空気を吸うことができるという、まあ、医療用でよく使われるものなんですよね。例えば、手術室だったりとか、そういったものに無停電電源装置を入れて、で、まあ、停電起きました。で、機械が全部ストップですっていう感じじゃなくて、すぐに電源供給されて、特に機械が落ちることは、電源の機械が落ちることはないという、そういう装置になりますね。まあ、キャンプとしてはね、そんなに使わないとは思うんですけど、まあ、人工呼吸器だったりとかね、ああいうようなやつであれば、まあ、使えるのかなとは思いますね。はい。キャンプとしてはそんなに、そんな大した感じではないと思いますが、まあそういった機能がついてますよということですね。はい。で、リチウムイオン、こちらの電池はですね、リチウムイオンとはちょっと異なってます。まあ、高品質なリン酸鉄リチウム電池というものを、採用してますね。つまりね、どういったものなのかっていうとですね、通常なんですけど、内蔵バッテリーが、劣化した場合ですね、まあ、充電サイクルっていうのはだいたい500回程度っていうのがリチウム電池で言われてます。ですので、まあ、リチウム電池って寿命は長いんですけど、今までの充電池はね、長いんですが、さらにもっと長くなりましたと。要はバッテリーの寿命が、長くなりましたよという、そういったものになりますね。で、このリン酸鉄リチウム電池っていうのはですね、結晶構造が結構強固なので、まあ、熱安定がね、非常に高くて、まあ、安全性に優れているということになります。で、なおかつ先ほど言った長寿命ですので、まあ、ハイコストパフォーマンスが、搭載されているという、まあ、こういったものですね。なんで、放電サイクルですね。充電のサイクル数なんですけど、まあ、こちらの方が3500回と。まあ、3500回ってどれくらいなのかなっていうと、毎日充電して、約10年間、ご使用できます。なので、もう私は、おそらく、これが、毎日使ってた場合ですね。毎日充電した場合、もう、私は、まあ、30代なんですけど、もう40代の頃に、バッテリーがお亡くなりになられるという感じですね。なので、非常にお値段的には安いと思います。通常価格だと約16万か17万円ぐらい。なんですけど、今回はね、特価で楽天のスーパーセールがありまして、で、あと割引チケットだったりとか、そういったものを使って、で、今回手に入れたのが12万と8000円ぐらいだったかな。それぐらいのお値段で手に入りましたので、まあ、約10年の中で、まあ、大雑把にね、計算して、1年で1万1000円ぐらいの、1年で1万1000円ぐらいで、まあ、買えちゃうという形ですね。元が取れるっていうか、まあ、10年間使うとしたら、1年の中でコストパフォーマンスとしては、1万1000円で、これが使えるという感じになります。毎日なので、毎日これは多分充電しないと思うんですよ。なんで、さらに多分寿命っていうのはすごく伸びると思うので、
まあ、これのね、コストパフォーマンスすごくいいんじゃないのかなと、個人的には思いますね。本当に10年使うかわかんないんですけどね。まあ、それが、今回ついているということになります。まあ、通常だとやっぱりね、リチウムイオン電池とかになったりすると、5年ぐらいかな。だいたい。だいたいね、5年ぐらいなんですよ。リチウムイオン電池。まあ、2年とか。あ、2年か。だいたい2年。まあ、長くて5年ぐらい。で、今回は倍の、10年なので、まあ、結構な寿命を持っているのかなという感じになりますね。はい。で、一応電池容量をね、どんな感じなのかというと、もうこちらの、感じでございます。ちょっとライブ、ノー編集で見てる方はちょっとわかんないんですけど、一応ですね、電池の容量としてはですね、どれぐらい使えるのかっていうと、約、550W の電子レンジがですね、1.2時間ですね。で、小型冷蔵庫は約 50W で12時間使えると。で、扇風機は12時間。50W ですね。まあ、それぞれいろいろね、使い勝手があるんですけど、例えば iPhone とかになると、まあ、iPhone X ですね、約70回、充電の方はできます。かなりね、電池容量は多いので、まあ、いろんなものに使えるのかなというところですね。ちなみに、パソコンとか、MacBook Air ですね。MacBook Air は、25回できるみたいですね。まあ、それぐらいの、ものになります。はい。で、かなり大容量というところで。で、あとは同時充電が、まあ、もちろんできるというものになりますので、AC と USB と DC、これ3つとも全部、使えると。なんで、これ差し放題ですね。差し放題。はい。こういったもので、させます。と、あとは、ですね。とはないかな。これぐらいですかね。あとね、3way で、充電可能というところみたいです。あ、そうだよ。これはまあ分かってるよね。充電できるところはまあソーラーパネルと。で、あとはその DC でできるのと AC で、充電可能という感じになりますね。はい。で、ソーラーパネルの場合ですね、だいたいその最大が 150W と考えて、約10.5時間でフル充電ができると。まあ、これは、まあ、発電電力を最大効率で引き出した場合は、まあ、それぐらいの、もので、最大数の充電のワット数でいけると。約10時間で充電できるっていう感じですかね。で、コンセントの場合、まあ、コンセントの充電の場合も約10時間で、フル充電は可能です。で、シガーソケットの充電の場合は、やっぱり少し時間かかりますので、あ、これ24ボルトもいけますね。12ボルトの10アンペアと24ボルトの5アンペアで、まあ、計算したものになるんですが、約13時間でフル充電が可能ということになります。はい。で、あとはですね、特にないかな。特にないですかね。ここら辺かな。あ、で、あと、そうだ。忘れておりました。こちらのね、ボタンがこう、ガチャンと開くんですよ、これ。これ何かと思うじゃないですか。
こちらはですね、まあ、コードをしまうための、ものらしいです。なので、まあ、このね、束ねたコード、束ねたコードをですね、ここに、よ、こんな感じで収納することができます。こんな感じで。え、これ収納上手になるんですね。これいるかな。まあいるな。これいるな。うん。はい。で、まあこんな感じでまあコンパクトにまあ使えるということになりますね。はい。で、実際ね、電源の内部の、あの、熱を下げることを、できる冷却ファンがありますので、まあ、さっきのこれですね、DC で、こう、ビーンって音鳴るじゃないですか。うん。まあ、これのファンが回る条件っていうのは、約ですね、50度を超えた場合はファンが回ると。で、まあ、接続したデバイス自体が500ワットを超えてしまった場合に、ファンが回る。で、プラス DC を使った場合でもファンが回るっていうのは条件になってます。なので DC をもうボタンを押した時点でもうファンが回りますので、まあ DC を使う予定がある方はですね、このビーって音はね、ちょっと、我慢していただくという感じにはなりますね。はい。ということです。はい。で、今回のですね、スペックですね。まあ、一応、画面の方に書いてある感じですね。はい。画面の方に書いてあるような感じで、スペックが入っております。まあ、最大寿命サイクルがですね、3500回。うん。まあ、こんな感じでね、いろいろと用途がありますので、まあ、重量がで、ね、23キロっていうのは結構ね、大きいですけどね。でかいけど、うん、まあ今回どういう風にね出るかだよね、うん、この重さがね、もう完全にね、目立っちゃってるからね、大きさが。はい、ということでですね、皆さん、以上のね、形になります。率直的に言うとメリットはまあ、容量がめちゃめちゃでかいっていうところですね。うん。まあ、これまでの容量は半端ないと。まあ、今まで使ってた、まあ、ちょっと、概要欄の方にですね、スワオキの、パネル、あ、スワオキの、充電ですね。昔使ってた、G500 だったかな。うん。の、やつは約10万だか12万ぐらいしかないんですよ。うん。あの、容量がですね。まあ、これの場合はですね、33万以上ありますので、あの、すっごい容量になってます。なので3倍ですね。なので、もう大きさも3倍以上なってます。はい。なので、ものすごく、量が、あの、使えますので、まあ、もうね、これ以上のものは、まあ、出るとは思いますけど、まあ、今の時点は最高レベルなんじゃないかな、容量としてはね。まあ、他にも多分いろいろあるのかもしれないけど、まあ、値段で、お手軽な値段で買えるのは多分おそらくこれっていう形になりますね。はい。で、あとはですね、まあ、様々な、まあ、電源が使えるというところですかね。AC と、まあ、USB と、USB-C で、まあ、これも DC がね、使えるという形で。うん。で、これが、すごいさせるから、あ、いいなって、個人的には思いました。で、まあ、あとね、ちょっと少し思ったんですけど、やっぱこれグリップ?これいいと思いますよ。これアルミ製のなんかグリップなんですけど、やっぱ非常に持ちやすくて、なんかね、あんまりすごい重さを感じないかな。もしかして。これがあることによって。まあ、こうやって持つよりかはね、こうやって持った方が、絶対いいと思うの
で、うん、安定感はすごくあると思う。なんか持ってて安心かなって、個人的には思います。で、あとね、倒れることがない、これ。うん、今までね、ちょっと細長いタイプだったんで、やっぱ倒れちゃったりして、まあこれがね、こう、バーンって倒れた時にね、これがさ、バキンって、ちょっと、前回折っちゃったことがあって。まあ車でね、使ってたりしてたんで、やっぱ急ブレーキとかするとこんな風になっちゃうんですよね。だけどそれがないっていうのがすごくいいところかな。って思います。はい。で、まあ今までそれで、まあいいところの方ですね、お伝えさせていただいたんですが、じゃあ悪いところですね。まあ悪いところはね、まあ悪いっていうかね、まあ当然なんですけど、大きい。うん。大きいからスペースにちょっとね、困ったりはします。はい。なんで、結構な重さがありますので、もう茶こびって言ってもね、まあ結構、うん、重いんで、そこの重さは覚悟した方がいいと思います。スペースと重さね。そこは確保した方がいいと思います。で、あとはね、ちょっとこちらね、先ほど言いましたけど、ここのね、電源ですね。この電源がね、パーセンテージじゃないっていうのがちょっと痛いかな。うん、何ワット使ってるのかとか、何ワット入力されてるのかっていうのは正直欲しいです。そうしないと、なんかソーラーパネルの時に一番困るんですよ。ソーラーパネルの時にこうガスって入れて、今何ワット発電してんのかなっていうのが今までの、機能だったら分かってたんですけど、これだと分かんないんで、本当に発電してんのかなって。まあ、こういう風にね、ピー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 ってなるのは分かるんだけど、どれぐらいのワット数発電してんのかなっていうのが分からないのが、ちょっと怖いですね。怖いっていうか、うん、ちょっと気になりますね。なんで、まあ、それはちょっとデメリットかな。初期のね、スワオキアで使ってた人は、多分、絶対不思議に思うと思う。って思っちゃうかな。はい。まあ、デメリットそういった形ですかね。うん。あとはね、特に、まあ、これから使用して、思うことはいっぱいあるんでしょうけど、今のところね、まあ、率直に考えていくと、まあ、それぐらいのデメリットかなとは、個人的には思いました。はい。はい、ということでですね、まあ、スワオキ G1000、紹介させていただきました。まあ、ね、いろんなね、メリット、デメリットあると思うんですけど、そちらの方ね、デメリットの部分は、まあ、しょうがないなって思うぐらいであれば、まあ、買った方がいいと思います。正直僕は、これ買ってよっか。あれ。正直ね、僕は買ってよかったと思います、これは。うん。もうね、何にせよね、容量が大きいから、もうキャンプの時はもうすっごくね、いいと思う。今まで車が横付けされてて、その車の方から電源を取ってたんですよ。で、今までのバッテリーもあれ良かったんですけど、やっぱりね、キャンプの途中でね、電池が切れちゃうんですよね。もうこれだってもう電池が切れる心配がね、ほぼほぼない。うん。容量3倍ありますからね。だからすごくこれ重宝できる機械だと思います。なのでまあ電源とかっていうの、電源がないっていう、電源がないっていう悩みはおそらくもうね、なくなりましたね、これは。うん、ほぼほぼ、こいつのおかげで、終わると、悩みは解決すると思います。電源問題は。まあ、散々ね、結構ね、電源でね、悩んでたんですよね。生放送もするし、あとはその動画も撮影するし、で、あとはテントの電気もね、結構明るくないとうまく撮影ができないので、そういったもので結構悩んでたんですよね。でも実際にはそういうスワオキを使って、見て、あんだけ大きい、まあ500の方なんですけど、G500 の方なんですけど、G500 だったかな。
ちょっと名前忘れましたけど、まあ12万ぐらいの、容量のバッテリーなんですけど、やっぱりねすぐ使っちゃうんですよね。途中で終わっちゃったりするから、もうこれだったらもう終わることはないと思いますんで、まあ今回率直的には簡単に、すごく、買ってよかったな、買ってよかったのかなとは個人的には思います。はい、ということでですね、まあこれ買ってよかったか悪かったか、買ってよかったか悪かったかっていうと、まあ正直買ってよかった方だなと、買ってよかったなと、個人的には思います。はい、まあさまざまね用途があると思いますので、あれこれってどうなのかなって思うのは、多分俺的にはちょっと一番気になるのはこの液晶パネルですねこの液晶パネルなんとかしていただきたい。これパーセンテージなんとかできんのかな、これ。むしろ俺のやり方が間違ってるのかもしれないんですけど、でも今のところ説明書見るとパーセンテージは書いてなかったから、どっかで設定してっていうのは多分そういうのはないと思いますね。はいはい、ということでですね、 G1000、充電器ですね、紹介させていただきました。またね、他にもね、あの充電器の説明もね、他の充電器の、スワウキの他の充電器の、やつもありますので、概要欄の方にね、貼らせていただきます。で、その、まあ、スワウキのやつと、こちらのやつと、まあ、どちらがね、いいのかなっていうことを比べることもできますので、ぜひともそのね、動画を見ていただいたら、スワウキのことがより、わかるとは思いますね。はい。ということで、動画の方ですね、見ていただいてありがとうございました。またね、今のね、動画なんですけど、これからもっと編集して、見やすくするような感じになりますけど、このスワオキ自体ですね、すぐに使いたかったので、ですぐに皆さんにちょっとお伝えしたかったので、まあ、ノー編集、ノーカットのバージョンで、お送りさせていただいてます。なんでちょっとね、お聞き苦しい、見苦しい部分はね、多分何回かある、何個か、まあ、結構あると思いますね。できてもちょっとね、ちょっと長いなって思ったら、短編編をね、ちょっと、お待ちいただいて、見ていただけると、幸いでございます。またね、ちょっとチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いいたします。まあ、いろいろねキャンプもやってますので、そのキャンプの中でこれも使ってますので、その使い心地だったりとか、そういったものもね、どん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 こう発信していきたいなと思ってますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、ご視聴の方ありがとうございました。またね、この使用した後のね、率直的なレビューも、していきたいと思います。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。